皆さんおはようございます。ちょっと、えー、マイクじゃなくて直接 iPhone に話しかけて撮る音声ですいません。では行きます。PR が多いですけれども、客室に作品を展示するアートフェア、神戸アートマルシェが開催される。ヤマハムックシリーズ210大人のギタークラブ、ボリューム34月15日発売。読まなきゃ。 プライムビデオオリジナル作品を世界に配信するためには挑戦が必要に日経クロストレンドファミコン通信 APP アプリ新作ブラウザーゲームオレンリリースコナミより法年と極楽浄土東京国立博物館平成館にて6月9日まで 映画スリープメッセージ全体開きます展覧会アート建築、えー、通常非公開の建築を見学できるイベント東京建築祭えー、通常非公開の問題もできるんだ ブルックリン美術館でこれは繊維えファッション系ですかね歴史美術館などに法廷元裁判所の面影を残し模擬裁判も OK 丹波新聞かつて裁判所の建物を活用した歴史美術館へえ健康歯を守り健康寿命を延ばす新常識うがいは1回病 回病までにどういうことだろううがいは一回どういうことだろう気になりますね、えー。健康寿命は平均75歳前後、窮地に陥る前に親に勧めたい自治体の介護予防生活支援事業ミモレ。介護予防生活支援事業自治体。これは、 早め早めに手を打つのは何事も大事なんで、えー、これいいんじゃないかなと思いますけど。75歳か。なるほど。えっ、ー、と、A 子、ニューシングル、レイジーのリリースが決定。えー、これはブロックチェーン技術こ、ビットバンクのニュースでありますね。アートと検索して。フランス、 深刻な政治問題が多いですね。では、ファッションスナップ、島村が新ブランド、クラシーキ、立ち上げ、クラシーキ。面白いですね。はい。では、深掘りしていこうと思います。東京建築祭。一体非公開のべ建物はどれでしょうね。公開される特別公開、見学料無料。 公開される建物東京ステーションホテル新東京ビルジング国際ビルジング堀ビル明治生命館西長館三井本館三越劇場江戸屋丸石ビルディング川崎ブランドデザインビルディングめちゃめちゃいろいろありますねカトリック築地協会のもありますね 築地本願寺も入ってるんですね。井筒屋。むちゃむちゃ古い建物ですね。かわいいこれ。古民家。えー、看板建築。築100年。井筒屋見に行きたい。ガイドツアーもあるみたいなんで、テクチャーマガジンの記事、ぜひ。これもいいですね。 三越日本橋本店。これどこでしょう三越本店、モスラー社、東洋一の大金庫。え、これむっちゃすごいですよ。この写真。丸く切り抜いているところで金庫ですよ。本当に。ルパン三世とかスパイファミリーに出てきそうな感じですけど。え、ジンズ。ジンズってあの、カメラ、カメラだて何メガネの本社。中、か,かわい できるみたいですよ閲覧がいやーこれは是非5月26あ待ってまだでしたすいません5月25日から262日,日だけこれちょっとチェックしてくださいお願いしますこれちょっとあのあれに入れとかないとスケジュール帳に歯を守り健康寿命を延ばす新常識うが,いうがいは1回丸病までにと だからそういうことか。そういうことで、新常識なんかあるんですかね。ちょっと僕もチェックしたいですけど。オーラルフレイル。口の機能が低下した状態。口,内口腔内の健康が大事というわけですか。いや、僕も歯医者よく行くんですけど、え月刊日経トレンディに書いてあるみたいですね。 口の体操、日本歯科医師会により、小生、えー、と、小生、推奨されていると。パタカラ体操。唇頬、口周りや舌の筋力が向上、食べ物を飲みや、込みやすくする。効果があるとする、される。いや、こう毎日僕話してますけどね、これで。意外といいかもしれないですね。はきはき、話すことを心がけてるんで。 自治体の介護予防、あの生活支援事業。ちょっとなんでこんな、あれなんだろう。でも一応あれですね。あ自治体にはいろいろあるというわけで、ね、スポーツジム通う、通うべき、なんかいろいろ書いてありますけれど、ここは、65歳以上の全国民を対象とした一般介護予防事業というのがあるみたいですね。予防事業。いや、本当にね、 あの、僕は長野県の松本出身なんですけど、歩く歩く運動みたいなのをずっとやっていて、いやそれが多分健康伸ばしてんじゃないかなと思うんですけど、いやー、歩きましょう。歩くのが一番いい気がしますけど、えっと、一般介護予防事業って言って何するんでしょうね。自治体のホームページなどで取り組みが紹介されていて、体操教室、 講演会、サロンの解説。サロンってなんだ生きがい作りを目的としたサークル活動。いや、生きがい作り。いや、ほんと生きがい作りですよ。要は。そうですね。はい。じゃあ今日こんな感じでニュース、後に出るようお伝えいたしました。皆さん、良い一日をお過ごしください。はい。では、ボンジョルネ、ね、アビアント。彫刻家の飯沼秀樹でした。